どうも、ふめでおです。大変申し訳ございません。先ほどね、あの注意喚起の動画上げたんですけれども、多大なる誤解をしておりました。申し訳ございません。やめろ。動画投稿した後にですね、あのちょっとお風呂入ってしまってね、全然気づかなくて申し訳ございません。コメントでね、何件かいただいてですね、はい、あで、まあ実際ちょっと試したところ、あのはい、わかりました、申し訳ございません。で、まあ初めて見る方もですね、まあちょっと、まあ、どういうことかっていうとですね、本日ですね、このハート交換から CM を見て、ハートを1回獲得しようっていうのがあるんですけど、これのミッションを圧倒的誤解をしておりました。自分はですね、このメールボックスでいつもこう、ここからですね、自分この確認で OK っつって、これでいつもハート交換してるんですけど、これを単純にですね、はい、ハート交換っていうのをそのまま鵜呑みにしてですね、ここのメールボックスからのやつだと、勘違いしておりました。まあ、正式には、このハートの隣にまあ数字が書いてあるんですが、ここのプラスを押すとですね、まあ、CM が見れるんですけど、まあ、この CM を見るとこれが、クリアできるというところになりますので、あの皆さん、あのこれやれば一発でクリアできます。まあ、皆さん、まあ、自分がちょっと誤解させてしまったところはあるんですけど、まあ、皆さんもね、勘違いしてる方もしかしたらいるかもしれないんで、まあ、ちょっとねここでクリアできますよっていうところをちょっと紹介させていただきました。はい、ちょっとね、あの、ま、圧倒的誤解をさ、あのしておりまして、あの勘違い、しておりました、すいませんでした。はい、ということで皆さん、あのこれたくさんアイテム交換できるんでね、ミッションねクリアして、どんどんねアイテム交換していきましょう。はい、ということで、あの、はい、以上になります。すいません、ありがとうございました。バイバイ。